皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。マドママです。はい、今日はですね、ドラッグストア購入品を紹介したいと思います。はい、ではいくら分だったかな、だいたい1万5000円分ぐらいの購入品なんですけど、トータルは最後にお伝えしたいと思います。はい、では商品紹介をしたいと思います。何を買ったのか。はい、はい、まず最初にこれシャンプーね、ガーニエのシャンプーを2つ、これは息子に使わそうと思って、でこれは何だったかな、クーポンがグリッチするんで、紙のクーポンとデジタルクーポンっていうのがあって、それがデジタルクーポンがグリッチします。なのでタダです。で3ドル返ってきます、ストアクーポンみたいな。でこれも紙のクーポンとデジタルクーポンがあって、であと CBS のクーポンもあったんですね。でこれもグリッチして、グリッチ紙のクーポンで4ドル持ってたんで、そうこれもグリッチしてタダで、この2つで何だろうかな、3ドルちょいぐらいのマニーメーカーになります。マニーメーカー、うん、マニーメーカーみたいな感じ、得する、3ドルちょいぐらい得して買えたね、タダで得する。はい、次は、コンタクトレンズの保存液を買いました。これもデジタル、これはデジタルクーポンで6ドルオフと、CBS クーポンで12ドル分買うと2ドルオフ、買って2ドル返ってきます。はい、次じゃあちょっといきます。次はヘアケア、これもガーニエのトリートメントマスクを2つ、値上げされてたよ、もうびっくり、1ドル上がってたよ、びっくりびっくり、もう全部ほとんどが値上げされてますでこれもグリッチします。これはデジタルクーポンに5ドルがあって、紙のクーポンが3ドル持ってたんで、でそれと CBS クーポンで14ドル分買うと4ドルバック、4ドルバックじゃない、4ドルオフで、これは5ドル返ってきます。なのでトータル的にはこれは98セント2つで、めっちゃ良くない？結構大きいよね。ほら。はい、これです。これ。ま、自分はアボカドが好き。アボカドのやつしか、アボカドともう一個のやつあったんだけど、もう一個のやつは臭い買ったんで、これが好きです。はい。次はですね、また保存系ですね、あ、ストックですね、また買いました。ベビー用のウォッシュ&シャンプー、体も洗えるやつ、頭も洗えて、で普通のクリーム、めっちゃくちゃあのモイスチャーじゃなくて、何だったかな、保湿するやつんだはず、リッチの方にマークがあるか。これは15ドル分買うと5ドルバックなんで、そうそう、でこれで2ドルオフがデジタルクーポンにあったんで、そう、あ、2ドルクーポンのデジタル、あ、2ドルクーポンのデジタルクーポン、2ドルオフのデジタルクーポンがあって、そうで5ドルお引きだから、いくらだ、だいたい2つで10ドルぐらい。はい、ちょっと高くついちゃったけど、うん、はい、次はデオトランド、デオトランド紙のクーポン持ってたんで買いました。スプレータイプ、ダブのメンズのスプレータイプを2つと、多分ね、あ、これじゃない、ちょっと待ってくださいね、待ってくださいね、これが半分になってんだろう。でとりあえず1つ買うと1つ半分の値段になるんですよね。たまになんか
安い方が半箱になるかなと思って見ても違う場合があるんで、ああこれが半額になってる。なのでトータルいくらなんだ分かんない、計算してないんで分からないんですけど、とりあえず3つ買うと5ドルのストアクーポンみたいなのが返ってくるし、紙のクーポンで2つ買ったら4ドルオフと1つ買ったら3ドルオフ、メンズのやつをで買いました。はい、はい、次はですね、よっしゃ、織物シート、これはもう本当にストック買い、ただのストック買い、直接入ってんのか分かんないけど、使ったことないからまだ多分直接入ってんな。はい、織物シート、え、織物シートだよね、織物シート、これを2つと、一応これ12ドル分買うと3ドルのストアクーポンがもらえるんだけど、わざと結構買ったんだけど、まさかのクーポン出てこなかったんでまあいいけど、そう2ドル待って、ちょっと待ってくださいね。はい、どこまで話してた、あ、そうクーポンが出なかったのは計算ミスっていうか、なんて言えばいいのかな、安い方が半額になると思ってこれを2つ買ったんだけども、なぜかやっぱり同じの2つを買ってるとこっちが半額になって、でこれも2つ買ってるんでこっちが半額になるみたいな。で本当はトータル的に、36ドル分の織物系、なんか何て言えばいい、生理用品みたいな感じのフェニニンケアっていうのを買って、3ドルと2ドルオフのCBS クーポンがあったんだけど、その2ドルオフのクーポンが出てこなかったの。そうで、ついでにこれで36ドル分買おうと思ってこれも買ったんだけど、これも付け加えて、でこれも一緒に買ったんだけども、36ドル分いってなくて2ドルのが出てこなかった。まあいいけど、それはいいんだけど、まあ、仕方ない。でもこれが半額のやつとか別にいいかなって感じで、そうストック買いで3ドルオフね、ストックこれは毎日使うからありがたい、安くで買えるの。本当に今紙が高いの、紙系が、トイレットペーパーとかキッチンペーパーとか値上げされてるんで、本当にストックで買えるならもう安くで買えるんだったら別にいいかなって感じで、これは3ドル返ってきますよね。で次はですね、30ドル分買って10ドルのエクストラバッグって、ね、10ドルのストアクーポンみたいなのが、これとディフィル、シェーバーのディフィル、多分これ持ってたはず、多分ね、これ、そうで、このシェービング系はこれ18ドル49セントだったんで、CBS クーポンで20ドル分シェーバー系のを買うと5ドルオフがあったんで、小さいの買いました、シェーバーのやつ。これは何も特典ないです、ただ単に買っただけ、これと一緒に5ドルオフのやつが欲しかった、やりたかったから。はい、これで以上かな、これで以上ですね、以上でいくらだったでしょうか問題出してどうすんだよって感じね。トータルで41ドル34セントでした。34セントじゃないか、これが6セントだったかな、そう41ドル40セントでした。あ、ちなみにこのシャンプーとこれは別々で買ったんでトータルに含まれてないけど、トータルで41ドル40セントになります。はい、まあ半額以下かな、
半額。どんぐらいセーブしてるかな。だいたい100ドルはセーブしてると思います。はい、実際にレジのやつをお見せします。はい、Scan coupon now. 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 Touch the continue button. Scan coupon now. Touch the continue button if finished. Your total is 26. Please wait. System processing. Swipe or insert card and follow instructions on pin pad. Scan coupon now. Touch the continue button.最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、コメントも待ってます。はい、次の動画まで。バイバーイ。また見てください。じゃあねー。